今回は老眼を自覚したときにしてはいけない行為と老眼への対策に関してお話させていただきます学べ眼科の学べです動画ご視聴いただきありがとうございます老眼とはピントの調節能力が低下してものが見にくくなることです眼鏡やコンタクトレンズで遠くが見える状態にした時手元が見づらくなるというのが老眼の症状です このような症状ないでしょうか若い時はどれだけ本を読んだりパソコンをしていても疲れなかったのに最近はどうも近くのピントがぼやける遠くを見ている状態ですぐに手元を見たり逆に手元を見ている状態で遠くに視線を向けるとピントがすぐに合わない近視の方は遠方用の眼鏡またはコンタクトを取った方が手元が見やすいこのような症状がある方はすでに老眼が起きているかもしれません 今回は老眼になったらどのように対応すればいいのかということに関してお話しさせていただきます私たちが物を見るときは水晶体というレンズの厚みを調節してピントを合わせています水晶体には弾力性があって周りにある毛様体筋という筋肉が水晶体を引っ張ったり緩めたりして厚さを調節しています遠くのものを見るときは毛様体筋が緩んで水晶体が薄くなります 近くのものを見るときは毛様体筋が緊張して水晶体が分厚くなります。ところが若いうちは弾力性があった水晶体は年齢とともに弾力性が失われて硬くなっていきます。そうなると毛様体筋がいくら緊張しても硬くなってしまった水晶体が厚くなりません。そのため近くが見にくくなってしまいます。すなわち老眼の原因は水晶体の弾力性が失われて硬くなることが原因です。 水晶体の厚みを調節する毛様体筋という筋肉はほとんど機能が落ちていないことが分かっています水晶体の主成分はタンパク質であって一度編成すると元通りの柔軟性を取り戻すことができませんそのため老眼治療として次のことをしている方は効果がほとんど期待できないと思います目を動かす運動であったり自律神経を改善させるマッサージであったり老眼を改善させるような薬やサプリメントを飲んでいる方です これらは長時間の金魚作業で毛様体筋が凝り固まってピントの調節機能が麻痺してしまった方には効果的ですが老眼への効果はほとんど期待できません老眼の原因は水晶体の弾力性の低下なのでこれらをしても機能が回復するわけではないからです老眼は40歳頃から始まりますが実はピントの調節力は20代から徐々に低下しています 低下していると言っても若いうちはまだ十分に調節力があるので老眼の症状はありませんところが40代になると今までピントが合っていた距離がぼやけて見えて老眼の症状に気づくようになります老眼に気づいたら早めの対策が必要です理由が2つあってピントが合っていない状態で見続けると目がかすむ重いといった目の症状以外に肩こり、頭痛、ひどいとうつ病などの精神的な症状にまで至る場合があるからです 体の不調が実は目にあったというようなこともあります。もう一つは老眼が進んでからだと老眼鏡や遠近のコンタクトレンズに慣れにくいからです。老眼だということを認めたくない、老眼鏡をしたくないという方がやはりいらっしゃるんですが、できるだけ早めに対応された方がいいです。老眼に対する方法はいくつかあります。一つは低矯正にする。二つ目はモノビジョンにしてみる。 3つ目はコンタクトの方は遠近療養のコンタクトレンズにする4つ目に生活スタイルに合った眼鏡を作るといったことです軽い老眼を自覚しだしたらまず眼鏡コンタクトレンズともに度数を落としてみることをおすすめします生活の中心がほぼデスクワークである方なら特におすすめしたいです通常視力検査は遠方視力を測っています1.0以上見えるように眼鏡やコンタクトレンズの度数を設定している方が多いと思いますが その状態は遠方視に最もピントが合っています。遠方の視力を少し落とすことになりますが、近視の方は度数を少し落とすとピントが手前に寄ってくるので、手元にもピントが合ってきます。長時間運転をされる方やスポーツをされる方はこの方法は不向きですが、生活のほとんどが家の中やデスクワークの方にはおすすめです。コンタクトレンズの度数を弱めて、運転の時だけコンタクトの上からメガネをする。 または今まで通り遠方にあったコンタクトレンズをして近くの作業をするときだけコンタクトの上から手元用のメガネをするというような方法も良いと思います。普段コンタクトレンズを使われている方にはおすすめの方法です。またコンタクトレンズの方はモノビジョンにしてみるのも良いと思います。モノビジョンとは左右の見え方に少し差をつけて広い範囲を見えるようにする方法です。例えば右目は遠くを見えるようにして左目は近くを見えるように矯正して 両眼で見ると遠くくから近くまで見えるるよううにするという方法です見え方になれるのに時間がかかりますので向き不向きがありますが適用できる方は広い範囲が見えるようになりますこのように度数を下げたりモノビジョンにしてみるといったことが老眼の最初の段階におすすめですただしだいぶ老眼が進んできて調節力が下がってくると少し度数を落としたぐらいでは手元の見え方に満足いかなくなりますし モノビジョンも度数の差の付け方に限界があります。これらの方法が合わなかった場合、遠近のコンタクトレンズやメガネが必要になってきます。コンタクトレンズの場合、遠洋、近用のレンズが1枚になってできています。遠近両用のメガネはレンズの中央部分に遠用があって、下方に近用部分があります。メガネの場合は視線を意図的にずらさないと見えないんですが、コンタクトレンズはその必要がありません。 ただし、遠近両用のコンタクトレンズは、2つのレンズが合体しているので、通常の単焦点のコンタクトレンズよりコントラストが落ちますし、ハローグレアというふうに言いますが、光が滲んで見えたり、輪っかが見えるというような症状を伴うことがあります。度数が強くなればなるほど、その傾向は強くなります。そのため、合う方と合わない方でわかります。 中には両眼遠近のコンタクトレンズで合わせると辛いけど、片目に遠近のコンタクトレンズをつけて、もう片目は通常の単焦点のコンタクトレンズをすれば大丈夫な方もおられます。これはモノビジョンの一種なんですが、実際両目を上手に使い分けて適用される方もおられます。コンタクトレンズの見え方に慣れない方は眼鏡が必要になります。遠洋、近洋部分が分かれているので、視線をずらさないと見えないという欠点があるんですが、 コンタクトと違ってレンズが独立しているのでコントラストが落ちることがありません。このように老眼への対策はいろいろあります。老眼鏡も遠近のコンタクトレンズもともに言えることは、屈折度数が低いほど見え方の違和感が少なくなります。老眼が進んでいる状態だといきなり屈折度数が大きなメガネをしないといけません。これがなかなかすぐに慣れないんですね。そのようなこともあってできるだけ早めに遠近のメガネやコンタクトレンズを試されるのが良いです。 また、デスクワークが中心の方は、30代からわざと少し弱めにしておいて、低調性に慣れておくというのも良いと思います。低調性に慣れておけば、将来的な老眼への対策にもなるのでおすすめです。このように、老眼に対する方法はいくつかありますが、結局のところ、どれをとっても若い時と同じようにするものではありません。いろいろ試していただいて、合う方法を探してみるのがいいのかなというふうに思います。 今回の話をまとめますと、まず1つ目に、老眼の原因は水晶体の弾力性の低下によるものです。そして2つ目に、老眼を治すといった目のマッサージや自律神経を改善する方法であったり、薬やサプリメントには老眼には効果がありません。そして3つ目に、ピントが合っていない状態が続くと、目や体の疲労だけでなく、うつの症状にまで至ることがあります。そして4つ目に、老眼への対策は、低強性、モノビジョン、 遠近のメガネやコンンタクトレンズなどがありますそして最後5つ目に老眼に気づいたらできるだけ早めに対策しましょうある程度老眼が進行してからでは加入度数が強い眼鏡やコンタクトレンズの見え方に慣れない可能性がありますという5点です老眼の対策や注意点をお話しさせていただきましたがまずは老眼を自覚したら眼科を受診するようにしてください老眼だと思い込んでいたのに実はその症状が緑内障だったというようなことがあります なんか醜い、ピントが合わない、かすんで見える。これらは老眼にも緑内障にもある症状です。そのため、40歳を過ぎたら、まずは目に異常がないか、眼科受診するようにしてください。今回は老眼になった場合、やってはいけないことと対策に関してお話しさせていただきました。この動画では、眼科専門医が話す目に関するさまざまな情報に関してお話しております。よければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。